また新しい年が始まりまして、去年同様にお金になるリンゴが作れますようにということで剪定の講習会を、今日は、久保田さんが不慮の事故に遭ったということで急遽来れなくなったということで、今年から、あ、去年から湯本さんが当時ね、来てくださるということで、湯本さんの剪定は初めて私たちも見るわけでございますけれども、いろんなまた違う形の味が出てくれると思いますので、その辺を期待しながら、いい講習会にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。